ふふふふ。どう？本物のリゾートみたいでしょ？かなたちゃん、ずっとこのプールにあなたと一緒に来てみたかったのだ。やっと来られた。プールだけじゃないよ。カフェもあるし、お買い物もできるし、とにかく何でもできるんだよ。こんなに素敵な場所なんだけど、かなたちゃんはしゃぎ疲れて、だんだん眠く、すやー。あ、確かにプールでのんびりするのも楽しそう。確かにその方が気持ちよく眠れそう。じゃあプール行ってみよう。あ、ウォータースライダーがある。あれ行こうよ。いやー、最高だったね。全然、もう一回乗りたーい。あ、でもいっぱい遊んだらお腹空いちゃったね。カフェで美味しいもの食べよう。任せといてー。お腹いっぱいになったね。やっぱりシェアして正解だったよ。かなたちゃんの見立てに間違いはないのです。お昼寝もいいけど、やっぱりもう一回ウォータースライダー乗りに行きたい。ほらほら、かなたちゃんについてこーい。